おはようございます。ラブコちゃんです。おはようございます。今は、11月6日の朝の8時55分です。今からユミさんのオンラインに挑戦しようと思っています。私が狙っているのはオンラインの、アクセサリーを狙っているんですけど、レディースパールモチーフピアスっていうやつですね。はい、それと指輪もオンラインの限定の指輪、なんかこうリングの3点セットね、太い指輪の周りに細い指輪がくるってなってるやつ、あれも欲しいなと思ったんですが、一番太いので13号ということで、多分ここにつけるのは無理っぽいんですよ。ね、細いリングだったらこういう少々小さくても入るんですけど、太いリングって結構大きくないといろんな肉を巻き込むので、私ここにつけてるのが17号とか15号なんですよね。太いやつね。なのでちょっと厳しいかなと思ってて、買ったとしてもここの指には入らないと思うので、ちょっとね諦めようかなと思ってます。とりあえずですね、こう垂れ下がったピアスを狙っていきたいと思います。今日持ってきたのがパソコンと、あと最近ね iPhone を新しくしたので、これでやろうと思うんだけど、 iPhone と両方でやっていきたいと思います。あ、時間ない。そう、新しくしたから処理能力早くなるし、どっちかで変えたらいいなっていう感じ。どっちかでね、つながればいいなと思っています。ちょっとログインだけしちゃいます。あと2分なんで、ログインだけしちゃいます。とりあえず、ユミで検索したんで、あと本当に多分ちょっとなんですよね。はい、ドキドキ。鳴った、鳴った。はい、鳴りました。ちょっと待って。これリロード、リロード。こっちはリロードして。つながるかな？つながるでしょうか？あ、つながった。予約なので11月中旬から12月下旬に。あれ？サクサクやん。サクサクと見せかけて、こっから、買い物かごに入れてから、めっちゃ、出たー、買い物かごに入れてからのエラー。こっちでもやってみるね。カートに入れれるかな？やだー、変なとこ押しちゃった。戻ってしまった。で、トップページに戻らされるでしょ。こっちは商品ページに入れましたね。パソコン、カートに入れます。あ、でも2個になるよね、カートに入れたら。で、こっちはもう一回カートに行かないといけないですね。あ、2個になってる。1個にします。2個もあります。購入手続きに進む。これどっちもログインしてたらどうなるのかな。あ、ダメだ。ここでもう購入手続きに進むところで、なんか読まないですね。結局これで、ずっとエラーエラーで、解消した頃には、ダダーエラー。こっちは全然なんか固まってる。またトップページに戻らされる。こっちも全然進まないです。ちょっと 4G、 4G ってやって、 4G、 5G どっちやろ。 Wi-Fi 切ってみます。 Wi-Fi 切ってやってみますね。結構処理能力上がったと思うんですけど、なんかこっち行きましたね。店舗で受け取るにして、店頭レジ払い、ご注文を確認するまで行きました。はい、どうだ、できる、できますかね。スマホは全然なんかね、ダメですね。読み込みが、 Wi-Fi の方がいいのかな。確定のボタン押せそうです。これ発送時期11月下旬頃。まあいいですか、いいですね。確定いきます。あ、
けました。いけたかな。今なんか処理中になってるんだけど、いけました。あのピアス1点ゲットできました。やっぱりスマホよりパソコンの方がなんか馬力がある感じがする。9時4分ピアス購入できました。指輪どうしようかな。もうないのかな。予約販売だから余裕があるのかな。はい、今9時5分ですね。あ、もう9時5分。あの指輪ね、3点セットはあのオンライン限定の指輪3点セットは予約終了となっていました。はい、だからもう狙った1個を集中的に買ってたら、もう他のやつがダメですね。もう終わってる。あとちょっとスカートが気になってて、でもこれはなんか取り寄せでもできる気がするしな。まだいけますね、予約中。ダークブラウン、今後オミさんと田中里奈さんもあるし、今回はアクセサリー変えたということで、よかったよかったです。もうなんか絶対固まってね、サーバー落ちて買えないと思ってたから。はい、今日はちょっとパジャマなんですけど、これは、今年のお正月ですね。はい、福袋、テラさんのパジャマの福袋に入ってたパジャマを今日着てます。はい、こんな感じです。これなんか愛の季節に着やすいので愛用してます。もう毛玉とか毛玉あるけどね、仕方ないですね。またお正月ね、福袋とか出るのかなと思うんですけど、また旦那の実家から下村に突撃しようかなと思っています。またね、お正月ね、誰かインフルエンサーさんの福袋ね、出るのかなと思って今から楽しみだし、あと、ブラックフライデーとかクリスマスとかにハッピーバッグ出されることもあるので、今から楽しみにしておきたいと思います。はい、それではオンラインの挑戦動画でした。またね、皆さん変えたことを祈っております。またね、バイバーイ。